ようございます。今日そういうような報道があるということは承知しています。けれども、中国側とは緊密にいつも連絡を取り合っておりますけれども、報道のような事実があったということは承知をしておりません。当然アメリカとの意見交換とか、中国とか、中国の状況を聞きますけども、中国とかっていうところの話し合いは当然必要だと思うけども、やっぱりやるべきことは日本しかできないことをやっていけばいいんじゃないかというふうに思いますけどね。とにかくね、話し合いでね、戦争になるようなことだけはね、ならないように、知恵を持って、良い話をしていただきたいなっていうふうに思います。核問題とか、そういうのは早く解決してもらいたいなとは思いますけれども、ただ変に煽ったことによって結果的にあまり良くなかったっていうのもちょっと悲しいので、慎重に解決してもらえればと思います。